それはめっちゃ気のせい。はい、アップアップガールズ括弧2期の高校2年生17歳のちこと中川ちこです。よろしくお願いします。中川ちこです。みんなからちこちゃんって割と呼ばれてます。パワーアップしてる。ちょ、前髪が伸びたんですか。ちょ、ね、この辺がね難しいんだよね。気になんないか。みゆっちゃんが好き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 、ありがとう。前髪伸びましたね髪の毛のことしか言ってないんですけど、はい、よろしくお願いします。あ、なんかチケットが売れてるみたい。ちょっとごめんなさい、あわあわしちゃうわ。うふっ、どこから見ればいいんだ。あ、これだ。仮面さん、ありがとうございます。春ツアー、あ、4月3日だから静岡公演ですね。ありがとうございます。ご購入いただきありがとうございます。チコちゃんが後でじゃあチケットのサインをしてお家にお届けしますので、嬉しい、ありがとう。そっちこツアーのチケット1枚もやってなかったんですよね。よかったら今買えるので買ってください。ホソチンさん、かわいい、ありがとう。そうなんです、私世界で一番かわいいなんで。ナマステシショちゃんがかわいい、ありがとう。クマ太郎さん、かわいい、ありがとう。ちょっとありがとう、みんな。とか今バレンタインじゃないですか。おかえり。ちょっとその前に話すこといっぱいありました。中川千尋、2月から2月何日だからあのちょ BGM 流そう。復活しました。復活、復帰しました。活動をね再開いたしました。再開しました。再開。最近 iPad 音楽以外に使ってたから変な感じだな。ドキドキする。雰囲気見ないことにお帰りがなかなか。確かにそうですよね。デデ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 。復活、お帰り、大人っぽく見えます。曲中のちいこちゃんなんかそういうの思いついちゃうよねちいこなんか小ネタ挟もうかと思ったけど、いや真面目にやろうと思って。ガンムーさんがチョコレートクッキー、チョコクッキー、ありがとうございます。そうです、中川千尋の1月の1ヶ月間はちょっと勉強をするためにちょっと活動を休止いたしまして、そして2月に活動を再開いたしました。で今日はその久しぶりのショールーム配信になるかと思います。ライブの活動は先週の日曜日から始めたんですけど、ショールームはちょっと久しぶりなのかなっていう感じです。よろしくお願いします。勉強できる子がさらに勉強するとはやった、ありがとうございます。喜んでもらいたかった。みんな中国のこと忘れてるかなって思ったんですけど、ちょっとでも覚えてくれたらなって思います。今ねちょうどねテスト期間中で、そう今の時期テスト休館なんで、休館じゃない、違う違う、テスト週間なんですけど、ちゆこちゃんもしかして賢くなっちゃいましたか。いや、なったと思います。毎日考えてたよありがとう、こんな可愛い子忘れるなんて。ありがとう、みんな可愛いって言ってくれて。早くちゆこちゃんの歌声を聞きたい、ありがとう。気にしてました、ありがとうございます。気にしてくれてましたか。あ、佐藤さんが貼ってくれた、ありがとう。チュキチュキ、え、見てこれあ、フルさんが柴犬、ありがとう。柴犬って可愛いよね。うちもワンちゃんビーグル飼ってるんですけど可愛いんですよ。ナマステーションちゃんが、あ、やばい、文字ちっちゃくて見えない、頑張れみたいなの来た、ありがとう。そうなんです、最近はねテスト週間中で、今日はあの地学のテストがあったんですけど、地学はあのこの1年間であの一番できなかった教科でもあったんでちょっと心配だったんですけど、今日はもうねめっちゃ頑張っちゃいましたから。お、チケット、ヨネさんチケットありがとうございます。4月3日静岡県の公演ですね、ありがとうございます。嬉しい、あとでサインします、ちゃんとピロピロピロンって。なんかちょっとショールーム久しぶりなんでちょっとなんかドキドキしちゃうというか、
いろいろとまごまごしちゃうと思いますが、よかったら見てくれたらなって思います。静岡は飛行機がよく飛べますね。静岡空港あるんで雰囲気変えてくるかと。いや、あの一応学生なんであんまり雰囲気変えれないっていういや本当はさ、ここであのなんかいきなりピンク髪になってちょっと登場したいところではあったんですけど、まあ、金髪とかにしてね、ちょっとあの学生なんであんまそういうことできないっていうこんなにちょっとピンク髪で戻ってこようかなとか考えちゃうところなんですけど、ちょっとねできなかったですね。ありがとう。ゆうくんこんばんは。こんばんは。動いてます。地学ね、できてますよ。レイヤーバナちゃん変わらず元気ですか？あ、めっちゃ元気です。めちゃくちゃ元気です。寝てるか割と。ちいこちゃんが偉くて素晴らしいですよ。ありがとうございます。イーグルみたいにちょっと学生さん偉いな。ちょっと一応ね頑張ってますね。今地学がね、地獄めっちゃ良かったかもしれない。綱が生えてたらどうしようと思ってましたやば。今日のこのパーカーは天井天下ゆいが独創パーカーです。みんなゲットしてくれましたか？チーコは薄ピンクとこの濃いピンクと白と、もうめちゃくちゃいっぱい。あ、みやちちゃんがツアーのチケット買ってくれたみたい。ありがとうございます。静岡公演のチケットだ。ありがとうございます。嬉しい。配信中に買ってくれてありがとう。しかもチーコのルームで買ってくれてありがとう。わあ、ありがとう。嬉しい。静岡公演はね、もうね、この T シャツみたいに明るい公演になると思いますよ。ピカーンって感じですねもうツアーがね始まるので2月の23日からそこに向けてね、ドドドドーンとやっていきたいと思うと思います。神奈川もさっき買ったよ。え、やばい、うちやらかしてる。え、待って、やらかしてる、ごめんなさい。ちょっとちゃんと読みます。ごめんなさい。え、ちゃんとやりますやばいやばい。 え、待って、すごい、待って、チケットいっぱい売ってた、ごめんなさい。全然読んでなかったし。みやちちゃん神奈川県も買ってくれてる、ありがとう。3月13日もうすぐじゃん。ホワイトデー近いですね。あ、その前にバレンタインなんですけど、みやちゃんありがとうございます。ありがとう、みんなありがとうございます。はあ、チケットね、チケット、あのシールつけとくんで、ね、みんなシールなくさないようにしてくださいはい、そして熊太郎さんも静岡公園のチケットだ、ありがとうございます。熊かわいい。お、うち今熊いるんですよ。仲良しじゃないですか。熊大好き。ありがとう熊太郎さん、あのシールつけておきますちゃんと。あ、お茶部ちゃんが4月3日ありがとうございます。静岡公園のチケット、しっかりと静岡の魅力を伝えられる公園にしたいと思います。あー、みんなありがとう。本当にナマステ師匠ちゃんも静岡の公演買ってくれてありがとうございます。本当に嬉しいです。しっかりとした大人になろうと思います関係ないけどありがとうございます。4月3日誕生日なんで夜、新学期おめでとうありがとうございます。本当にありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。え、何歳になるんだろう。あ、そういうの聞いちゃいけないね。すごい、新学期、新学期じゃんちーこの中で、あの4月はあの5日からあの学校始まるイメージなんで、違う、8日ぐらいかな、分かんないけど始まる感じで、新学期なんで、いいですね新学期。いいな、やっぱ4月とか、ね、なんか憧れちゃうよね。うち9月さ、テストどんがぶりだから、いつもなんかあんまり最近はテストとかぶってるなぐらいしか誕生日に対して思わなくなってしまったんですけど、いいね新学期、心新たに誕生日も迎えちゃう、おめでとう。ちょっとまだ早いけどパンダさんいますよ。パンダさん最近はパンダの動画見るの好きなんですよね。すいません、ありがとうございます。みんな本当に静岡だけは絶対行くという強い気持ちで来てます。ありがとうございます
いいですね誕生日。私ももうちょっとか、あまだかって感じですかね。え嬉しい。やっぱね一緒に誕生日をそのお祝いできるってことがハッピーなね秘訣になると思うので、この1年がしっかりとお祝いしていきたいと思います。あと今日ね、ちゅうこね今冷蔵庫であのさっき生チョコを自分で作って、なんかすっごいチョコ食べたくなったんですよ。でうわもうこれはチョコ食べるしかないと思って、さっき自分で生チョコを作ったんですけど、それはまだ冷蔵庫に放置しっぱなしなんで後で食べたいと思いますいや持ってきてくれよって感じなんですけど、大阪だと結局静岡が一番近い。あー確かに。ベビーヨーダちゃんもちゃっかり、ベビーヨーダいますよ。えマジかわいい。今日ちいこちゃんの手作りチョコ欲しい。え全然明日は全然あげるけど全然明日はうちのね家に来てもらえればママが多分渡してくれるとこんばんは、こんばんは。明日行きます。飛行場になってます。ありがとうございます。あ月さんありがとう。静岡公演ですね4月3日、ありがとうございます。ちょっと明日ちょっとチョコ今作ってるんで月さんにもチョコがいただきますように4月3日だからちょっと新学期なんですけど、もうあ4月3日ってちょうど桜咲く感じですよね確か。なんか入学式の時にちょうど満開みたいなイメージなの、あ自分の中でね。卒業式はちょっと間に合わないじゃないですか桜って。いいねやっぱ4月3日絶対桜綺麗だよ、頑張ろうはい、ナマステしおちゃんからチョコありがとう。チョコ本命です。写真稼いで行かなくては、あ月さんがハッピーバレンタインありがとう。まあ、今日ねパーカーが一番ポイントなんですけど、チコちゃんうラブラブ、まあ、自分で着ちゃうところが可愛いですね。やっぱこれなんかねカラー結構選べるらしいんで、私も濃いピンクにしたんですけど、みんなもね好きなカラー選んで着てみてください。濃いピンク着るとなんか顔が白く見えますね顔が明るく見えるっていう感じがします。気のせいかもしれないけど、まあ、みんな好きな色着てもらえればなと思います。じゃあのおじいちゃんに1個プレゼントしました。おばあちゃんにもプレゼントした、まあ、誰かのプレゼントにもねなんかちょうどいいかなって思いますね。好きな色が一番、あもう好きな色着てる時が一番テンション上がるんでね。ちいこちゃんラブラブ T シャツ今年のバスで発売されますか。ちょっとお約束はできないんですねひどいちくちゃんひどい。ちくちゃん着ているサイズは多分 L か XL だと思います。パワーアップしてるなちくちゃん、美白効果のある多分気のせいなんですけどそんな感じですかね。そうそうそう、なんでみんななんかよかったら買ってみてもらえたらなって思います。もう好きな色着てるのが一番だから。一応ね白が、まあ、一応テーマみたいになってるんですけど、グループカラーなんで一応白にしといて、まあでもみんな好きな色選択してもらえればなって思います。あ佐藤さんからサイリウム来た、ありがとう。うんだよー、ありがとうございます佐藤さん。チョコレート今生チョコ作ってるから楽しみ。パウダーっていうのをなんか、あなんだっけ、チョコ切ってココアパウダーをこうやって適量まぶしたらなんかできるらしい。お久しぶりね。お久しぶりです皆さん。えなんか緊張するてかなんか言わない、なんかツイッターとかのさリプライがもうの皆さんから届くとなんかあうち生きてんなと思いますね。あバレンタインのチョコ買いに行くの忘れてたの思い出した。え聞いてほしい、もう私バレンタインのチョコめちゃくちゃ準備してるからマジで欲しいっていう人いたら教えて、本当にみんなに送っちゃうから。チョコ買ったよ、ありがとうございます。ありがとう、生きてるチョコすぎや分かんないけどそうそうバレンタインのチョコね、まあね昔からね私焼いたチョコあげるの大好き、もらうの好きなんですけどイベントごと割と好きなんでね。なんか短いので大人っぽくなった、なんかお父さんに顔が変わったねって言われました。お母さんにもなんかいい顔になったねいい顔になったねって言われました。そうよくいい顔わかんないよね、池袋で毎年いい顔いい顔
謎いい顔とは本当にそれ。おちゃぶちゃんがクッキーありがとう、クッキークッキー美味しいよね、チョコチップクッキーとか美味しい、いい顔、すごいいい顔ってきたいい顔になったねって言われましたちょ自分の顔見るとちょっと笑っちゃうんですけどよかったです。バレイベでしようし、バレンタインでね、濃いピンク似合います、ありがとうございます。濃いピンク好きなんですよね、可愛いな、ありがとうそう、最近はねテスト週間なんで真面目に生きてましたね。朝あとテスト近かったんでちょっと前髪伸ばしてました。あと何だろう、あとみんなに言いたいことは、生ハムの原木買ったんですけど、もう食べ終わっちゃいました、あれもう一瞬だったよこのお部屋も久々いい顔、あら早い、食べ終わったとは、だから原木が全部なくなったってことです早っ。あ、ゆうくんが好き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 ぜよ、ふわふわふわ、こんな気持ちいい、メロメロディー、ありがとう。ハム気になってました、早いよね、びっくりしたその子気づいたら終わった、原木って無限じゃないのかでもねちょっとね暖かくなってきちゃうんで、そろそろ春がねちょっともう近づいてきてるので、やっぱ夏はねちょっと冷蔵庫とかになんかずーっと入れとかないといけないんですけど、それが大変、それはちょっとさすがにって話なんで、まあ、次は来年の冬かな、まあ、次の冬ですね、次の冬秋ぐらいからかな、やろうと思います。肉食系女子気のせいですね、あれ食べ終わると骨出てくるんですか、うちもうあったかな、いやうちはなんか骨がなかった気がする、俺気のせいかな、もっとこの犬にでもあげたのかな冬は越せないのか食べられちゃうもんね、そう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 、冷蔵庫開けたらいつでも原木入り生活すごいただいまおかえり、そうなんですよ、だから冷蔵庫で管理するのちょっとねみたいな話になったんで、じゃあもう次はもうちょっと先かな、やっぱ100入れそう、次は原木持ち歩けるショルダーパックを、今ねあのコストコのバッグの中入れてたりしてる。静岡は今日雪ですか、今日はもう外出てないから分かんないな、どうなんだろう、富士山は降ってると思います、そんなが、チクちゃんお帰りなさい、ありがとうございます、帰ってきました、そんなんかな、佐藤さんがハート、ありがとう佐藤さん、ラブ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 ラ可愛くないおもろいけど可愛い、ありがとうございます。静岡県民は雪ではしゃぐって聞いていたのに、そうはしゃいでるよ、はしゃいでるよ、だってお姉ちゃんあの時にいるんですけど、お姉ちゃんもちろん静岡県民だったわけよ、もう東京に行った時ベランダで雪だるま作ったもんだって見た、雪だるま作った可愛かった、なんかそうそう寒すぎて、最近ずっと寒かったじゃないですか、そしたらなんかてか今の新曲、あの今度8人体制最後 のリリースをするんですけど、それに向けて、そうそれに向けて今準備期間中でもあるんですけど、あとツアーのやつとかもやってるんですけど、その時になんかしゃがむ振り付けが結構多いから、なんかしゃがんでる時になんかめちゃくちゃ足が痛いなと思ったの、なんでこんな足痛いんだろうと思って家帰ってなんでだろうなと思ったら、なんか霜焼けができてて、しかも結構大きいの霜焼け、私毎年霜焼けできるんだよね、これはでもしょうがない、
そうなんですよ、腰大変そう、腰あらお姉ちゃんも可愛い。そうなんですよ、いちご茶おいしいのもほんまちらかに霜焼け、え、霜焼けって言わない、もしかして。私も霜焼けできて困ってました。オロナに塗るといいですよえ、霜焼けってみんなできない、え、ちょっと間違ってる、ちょっと一回調べていいなんか不安になるんだけど、え、痛い、え、言いますよ、言うよね。厚底でしゃがむの大変そう。そう、足は厚底で、あの走ったりするのも結構痛いの。え、それなんかしゃがむと痛かったのよ、とにかく。なんで痛いんだろうと思ってて、なんか普通に立って走ったりとか、その踊ってたりする分にはなんかそんなに痛くないなーって思ってたさ、思ってたさ。そうで、なんかしゃがむとめっちゃ痛くて、何がおかしいんだろうと思ったんですよね。そしたらなんか、あ、霜焼けなんだっていうふうに気づきました。みんななりますか？霜焼けなったことないです。なった記憶ないかも。霜焼けは言うけどなったことないです。霜焼け原因と治し方について、そう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 、みんなあんまなんないのかな。いちご昔からよくなるんだよね、霜焼け。雪遊びを素手でした時だけ。あー、それは寒いどの状態が霜焼けなのか分かんないです。なんか夏って蚊に刺されるとなんか痒いなってなるじゃん。で、赤くなって腫れるじゃないですか。それの冬バージョンみたいなあ、別に虫じゃないんですけど、症状的にはそんな感じですかね。毎年霜焼けなります。あ、なるよね、体質なのかな。ジグヒッタさん可愛い、ありがとう。家が寒すぎるので、あ、それは本当にそう。で、家があの木造なんですよ、うち。それ寒いよねって感じ。しかもなんかうちちーこの部屋からいろんな場所が遠いのよ。なんかちーこの場所からその洗面所行くまでも遠いし、いろいろとね、私の部屋から全部遠いのよ。そうなんですよ。で、あの裸足で多分歩いてたからなんですかね。あとスリッパで最近歩いちゃうんだよね、もこもこのスリッパだけで。そう、そうすると締め焼きができます。キャー、遠征お疲れ様です遠いからね。そうなんですよ、気をつけます。今年は左手の、人差し指がパンパンになりました。私、ね、足なんですよね今ね。左足の親指ですね。あと右足の親指も多分なってる。でもいつもね、小指とかなっちゃうんですけどね。でもなんか昔からよくなるんであんま気にしてないんですけどなるほど、お家が広すぎる問題ですね。そうなん、絶対そうなんですよ。床暖房にしよう。チコちゃん離れに住んでるんですか住んでないです。そう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 、洗面所遠いの辛いけど家が、そう、洗面所遠いんですよね。お部屋と洗面所の間にホームセンターしてください。そうそう、今日スパイス取るか体温まってるかもしれない。あー、確かにそれはありますね。霜焼けと赤切れセットでした。赤切れは私はもうなんないかも。霜焼けだけなりますね。そう、家のね、人はね、お母さんとお姉ちゃんはあんまなんないかな。もう私がなるのそうそう、だからやっぱ裸足で歩いてるのが一番悪いんですよね。もう原因は分かってるんで気をつけます。気をつける気ないけど気をつける気ないけど気をつけます。そうそうそう、ちょっとだけ今霜焼けが痛いっていう話、みんな気をつけてね。そう、なんかでもなんか冷えるのを気にしすぎて、うん、なんていうの、気にしすぎてその厚い靴下とか履いちゃうんですよね、割と。ちくちゃん気をつけますそうそうそう、で厚い靴下履いちゃうとなんかそれはそれでなんか汗かいちゃってダメらしい。じゃあ何がいいのって話だよね。知らない。玄関までゴルフ場のカートみたいな犬するんですか。うちに玄関近いのよ玄関近いからちょっと寒いっていうのはある。そう、それはあると思う。うち床暖房ないからそれもあると思う。絶対それだよ。ま、裸足で歩くのが悪いですね。寝るときとかは靴下よりレッグウォーマーの方がいいらしいです。ああ、足首確かに良さそう。気をつけよう。ホサティンちゃんが可愛い、ありがとう。豪華な絨毯じゃないんですね。絨毯？絨毯あるよ。玄関はね、目の前に絨毯がありますよ。
え、それ絨毯であってるよね。ちょっとよ霜焼けの参考画像出てくるのちょっと怖いね。でてれ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 絨毯ね。まゆさん今回のツアーで卒業でしたっけ。今回のツアーが8人体制のツアーでは最後になります。あったか靴下は熱くて脱いじゃうとかありそう。あー、トイレを取りに。そうそうそう、虎の皮みたいなありそう。それはないですね。ここは一つ暖炉で、あ、暖炉ね、今話題の暖炉。暖炉はないです、うちの家もさすがにないですね多分。でもうちあれあるよ。なかったかー。参考画像の選挙で。そうそうそう、さすがに暖炉はないと思いますね。これであったとか言われたらちょっと面白いんですけど、暖炉はないですね。ありそうなのに。鹿は刺さってますか。鹿、鹿はちょっとないですね。その代わりあの仏像がめちゃくちゃ並んでますよ。鹿の代わりに、え、確かに今ママから言われたんだけど、暖炉風のストーブ置き場だよってきた。確かにうちのストーブ置き場めっちゃ暖炉だわ。暖炉じゃないんだけど、その暖炉風の置き場ですね。掘りごたつの方、あ、掘りごたつあります。掘りごたつ暖炉風気になる。なんかいや暖炉じゃない、暖炉だとさ火事になったりするわけじゃん。だから今もめっちゃ笑う、暖炉風なの。暖炉ってさちょっとなんか部屋みたいになってるじゃん。でその中にあのめっちゃなんか今風の普通のストーブが置いてあります、その中に。鹿の顔の中に仏像、あ、仏像とダースベイダーの顔がある。あ、なんかそういう感じですね割と。掘りごたつ、掘りごたつの人和の方がメインなんです。そうですね、割と和のがメインってか、絵がめちゃくちゃあります。絵がでっかい、絵がもう縦に横に2どこじゃないみたいな絵がめちゃくちゃあります。うちは絵の絵が多いかな。鹿とかも刺さってないかも。予想以上に立派なご屋敷ですこと。え、そんなことないですよ。ラスボスの部屋みたいなイメージします。かラスボスの部屋とここです。ここが多分一番ラスボス。受ける。100体ぐらい仏像並んでるんですか。いやもう仏像がでかいのよ、とにかく。しゅうこちゃん描いたんですか。私じゃないです。おばあちゃんとかひいおじいちゃんとか描いてます。くま、これラスボスですね。ラスボス、これマジでラスボスだと思う。意外とでかいの、あ、会うとでかいなって思う。すごい音した、大丈夫かな。しゅうこちゃんの家ダンジョン、あ、よく言われます。なんか友達とか遊びに来てなんかお手洗い貸してほしいって言われて、なんか一人で行けないからちゅうこちゃんついてきてみたいな言われます。パンチ。アシュラ像ありますか。ありますよね、わかります。ありますかね。パンダがいない、パンダいますよ。クマさんなんか入ったとか。そう、そうなんですよ。奈良のやつどっちが大きいですか。奈良のやつも大きいです。チケットありがとうございます。お、佐藤さん千葉公演、あ、チーコのチー勝手に言ってるだけなんですけど、4月10日ありがとうございます。嬉しい。これはもうね、あ、新学期ですね。来たの。授業も開始されてる、再開っていうのかな、されてる頃だと思います。新学期いいですね。4月10日いいですね。いいことありそう。4月10日、いいね。ちょっとなんか今いいダジャレないかなと思ったけどちょっと思い出せなかった。授業始まることこれ憂鬱なりそう。あ、ばあちゃん久しぶり、お久しぶりです。新学期だ、誕生日おめでとうございます。こんばんは、こんばんは、中川千尋です。そうなんですかね、新学期ですね。え、3年生になるんだよ、やば。もうみんな泣いちゃうよね。あたい4月誕生日よ。え、マジすごいね。ちょ、もう4月生まれがよかったな。まあ何月でもいっか。
でも9月意外と気に入ってるけどな。どうなんだろう。チクちゃん LJK になっちゃう。やば、この間まで中学生終わんの嫌だとか言ってたのに緊張するね。何月でもよかった多分何月になってもお気に入りって言うと思う。てか今はね、あったかい時に生まれたかったなあったかい時よね。最近はもうカイロをお腹に1個貼って、あと手で1個持ってる。そうするとなんか元気出てくるなんか分かんない問題とかあってもとりあえずカイロを手で握って、こうやって手で握るじゃん、って考えて、あってやりますね。カイロ偉大ですね。カイロ偉大ですね。霜焼け対策ですか。つま先に貼るタイプもありますよね。そう、それなんか冬の寒いリリーベの時とかやりますでも普段ではあんまやんないかもしれない。湯たんぽ使ってても驚かないです。あ、昔なんか使ってたの湯たんぽ。あ、最近あんま使わないけど。ホースですかそうなんです、ホースですね最近はそんなことしてましたね私何も答えなんてないんですけど、あ、すごい、今サンキューになってる。390人、ありがとうございます。あとアパップガールズ国家人気のチーコこと中川チーコちゃんって言います。趣味はピンクを集めること。嘘でーす、嘘嘘、間違えちゃった。元気そうでよかったです。 ありがとうございます。佐藤さんがだるま、佐藤さんはだるまじゃないけど、ありがとう。だるま嬉しい。だるま、あ、みやちゃんがハートきた。みやちちゃんチョキ、みやちちゃん好き、みやちちゃんのこと大好き。私今首痛くなった。ありがとうみやちゃん、大好きだよ。伝わってるかな間違ってた。そんな感じですかね。心配になってきましたありがとうございます。なんだっけ、あれ、何をと思ってんだっけ。首気をつけてください。あ、全然え、ちょ、足しびれちゃった。なんだっけ、そうなんですよ。あ、あゆさんが猫、ありがとう。にゃんにゃん猫ありがとう。なんかそうなんですよ私。はい、これからもしっかりとしたお供えになる。エアコン止まったちいこちゃん配信にリハビリいるな、特におかわりはなさそうなんですねあ、そうなんですよ。そうそんな感じ。そうそんな感じです。安心しました。あ、本当ですか。ちょっとなんか自分でもなんかどういう感じだったか思い出せない。そうそう、掘りごたつ。みんなこたつ何派。何がエアコン止まるのつらいな多分タイマーにしそうかな。いや、でもなんか音が鳴ってないだけでついてるっぽいんで大丈夫ですね千葉ならいけそう、ありがとうございます。普通派だよね。いや、私もね、普通派なんだよね。あ、掘りごたつって最近何、こういうのもあるんだ。逆に私何考えてたんだ。もうね、違う、もう家がみかん派です。あ、わかる、赤色派四足足派、四本足派。四足足派ってなんだ。ありがとう、みんな教えてくれて。そう最近そう掘りごたつなんだよね、うちの家。わかんないけど、こたつない派です。そう、でもうちもね、掘りごたついてあんま使ってないんですよね。最近のこたつとおしゃれね、今おしゃれでびっくりしためっちゃおしゃれと思った。こたつはこたつ布団が長くて、私最近お布団で思い出したんですけど、私あの最近
あ、中川って言うんですけど関係ない。その西川の布団に変えたんですよ、いろいろ一式。なんだろう、シーツっていうのかな、シーツをなんかその西川のなんか新しいなんかアルミがなんか入ってるかのやつにしたの。そしたらもうめちゃくちゃよく眠れるようになって、てかあったかいの、とにかく。そう、これはすごいよ本当に。中川西川、そうなんです、中川の布団もらう全然使ってもらってそうなんですよ、布団の西川、そう西川の布団に変えたんですよ。でお父さんがあの西川のめっちゃでっかい、今なんか枕が流行ってんだって。でっかい枕が、超寝心地いい枕みたいなのが流行ったらしくて、なんかそれをなんかお父さんが変えたらしくて、めっちゃいいんだって、西かわーい飛行機の中も、あ、ありがとうございます。あ、北島慎也さん、千葉公園ありがとうございます。シシト4月10日ありがとうございます。嬉しい、4月10日きっと春のいい香りがするんだろうな。春ってピンクだから好きなんですよね。ガガちゃんだけじゃなくて、そう、西川の布団に変えたんですよね。で毛布も買ってみたの。そしたらもうめちゃくちゃあったかくて、もうどうしようかと思った。え、てかなんなら最初初めて寝た日はもうなんか汗かいたんですよ、あったかすぎて。そう、あったかすぎて一回汗かいて、で次の日からはなんかあったかいなぐらいになったんですけど、え、マジでこれは本当におすすめします。西川の布団ってお高いんでしょって思うじゃん。なんか最初はなんか間違えて買っちゃったのが始まりだったんですけど、めっちゃ良かったですそうそう、すげえ売れてる、そう、めっちゃ売れてる。枕変えたいから西川ちゃん検討しよう。え、検討した方がいい。なんかね、マジで大きいんだって枕が、とにかく。でなんか肩のなんか寝るときって首だけこうやって寝るスタイルがあるんだけど、なんか肩の感じもいい感じらしい。佐藤さんがハットありがとう。そうだからみんな検討しといて、知らないけど布団を間違えて、そうそうそう、なんか最初はなんかあったかい違う布団買おうと思ったんだけど、なんか間違えてネットショッピングしてポチったらしくて、そんな感じでした。こんばんは、こんばんは、100人でそうそうなんです。だからあったかいお布団、なんかもともとうちのお布団がおばあちゃんが全部揃えてたんですけど、割と西川の毛布とか割と西川で揃えてたんですけど、なんか最近のそのなんかアルミがなんか1枚入ってるらしくて、それがもうあったかさが全然違うのよっていう気持ちです。マットレスがいいと聞いてたけど、そうそう、なんかそんな感じです。めっちゃいいことです。間違えてみるもんですね、本当にそうでしたこんばんは、こんばんは、肩からスプリ系かそう、そんな感じですね。でも私はあの枕なくて寝れる、そうアルマホイルにくるくるくるまるか確かに寝具って大切、大切って言うよね。なんかあんまり今まで分かってなかったんですけど、なんか変えてみたらすごいいいってなりましたわかんないけどって感じ。あとなんだっけ、そう、そう、私はその枕なくて寝れる人だから何とも言えないんだけど、枕いいらしい。アルミで温度あったかいんで、ニトリだけど、そうそう、本当にあったかい。うちもね、前まで多分ニトリだったと思うあと夏はめっちゃひんやりするやつにしたの。そしたらもうそれも違いましたね。アルミ入りがいるのか、アルミ台ですね本当に。あ、アルミ本当にいいです、本当にもう全然違う、もう全然違う、もう全然違う本当にそうそうそう、そんなんかな。アルミホイルにくるくる巻く、まあ、それもありです。そんなんかですからね。敷布団も枕も鹿です。おー、やっぱいるよね。やばい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 、そう、やっぱいいんで、みんなよかったらチェックしてみてね。なんか次変えるタイミングとかあんまないんですけど、よかったら覚えてて、冬のうちに変えた方がいい、マジで。冬は本当に寒くて、なんかもう嫌だ嫌や、朝起きたくないみたいになるんですけど、もうあったかすぎて起きちゃう、起きちゃうねって感じかな。あとロッキーも最近嫌で、その時はチーコちゃんに相談します中川なんでお願いします、チェックします。中川です。そうそう、もともとね集めてる人ではあったらしいんで、中川です、お願いします。
さあ何ですかね。ヒント止めたい。あと最近はあのブラウスとワンピースを作ってて、ブラウスが完成しましたね。また私服にします。コラボ布団期待してます。ポカポカ中川さんありがとうございます。ブラウスちゃんできました。1枚の布からチクチクぬいぬい、すごい天才。あ、ありがとうございます。あ、こたつでアルミシート使ってます。あー、それやばそう。やばい、もうこたつから出れなくなっちゃうやつ。なんかもうおばあちゃんとおじいちゃんがもうこたつあったかすぎるらしくて、もうずっとこたつにいました。あ、今日はそう、ブラウス作ってたんです。ブラウスだよ。今はねワンピース作ってます。もうねできちゃうよ。なんでもよかった。それは嘘かも。そうなんですかね。え、やばそう。ロッキーちゃんイコイコしたい。静岡市の強い格好ってどんな感じでしたの。こんな感じですかね常に。中川の布団ができるのも時間の問題かな。さすがにならないと思うけどね。どうなの、作れるんですね。ごちっちこちゃんお届けありがとう。今日は作れる、そう作れるんですよ。布団はちょっと布の面積が大きいとね縫うの大変なんで。すごい現実的なこと言っちゃうんですけど、そうだね、すごい嬉しかった。できて、てか全部作ってるものがその夏に着るようなのだから今着れないっていう。なんで夏用作ったの。夏用の方が、あゆさんが2月23日、え、今度ですわ。チケット買ってくれました、ありがとうございます。パンダさん拍手ありがとうございます。嬉しい嬉しい。パンダさんも喜んでます。ニーナちゃんですね。静岡でした。東京雪降ってるらしいから楽しみ。もうちょっと寝かせて夏に来ようね。そう思ってるところ、夏が待ち遠しいですね。そうもね、待ち遠しくてしょうがない。だってまだね着てない夏服があるの。正確に言うと着きれなく、着なかった、なんていうの、その夏に向けて洋服をもう調達するわけじゃん春ぐらいから。なんだけど、あれこの夏服着ないで終わってしまったっていうのがちょっと何着かであったりするので、早く夏着てほしいですね。そんなこと言ったのね、冬服もまだ全部着てないので、あれ冬服全然着てないぞっていう状況ではありますね。夏先取り。東京雪170cm 売っててやばい。それは嘘。それは絶対嘘。え、全然嘘。騙されませんから。着てない冬服、そう着てない冬服もありますからね。170cm は嘘だよ。だってねえ、そんなこと言ったらね、もうだって170cm でしょ。え、溶けたらやばくない？もう湖とかできそう。ちゅうこちゃんが騙されない。騙されないよ。ちゃんばね、ほんとにまーちゃんぐらい積もってるんでしょ。今そう思ってちょっと笑っちゃった。そう言ってまた春になったら夏服買っちゃうんですよ。もう買いますね。待って、やばい。え、そんなことないよね。だって10センチとかでしょ。え、騙されないチクちゃん、え、騙されてる人いる。170センチ降ったら、だって静岡でもさすがに、あ、エアコンが動いた。難しいね。え、雪いいな。でもテンション上がる、雪聞くと。ウィンタースポーツは好きなんだよね。ちょっと積もるだけで東京大混乱。ほんとだよね、17ミリぐらい、あ、ミリですね、ミリ。あー、びっくりしちゃった。あ、なんか流れ星来た。佐藤さんありがとう。
170ミリならワンちゃん、確かそういう感じかな。本当は40センチくらいでしょ。え、そんな打ってんの。え、待って、やばい、待って、これ遅れてる私。やばい、遅れてる。じゃあ明日スニーカー履いてく、スニーカー履いてくよ。え、なんか笑っちゃうんだけど、そんなことない、そんなことない、そんなことない、倒されないからね。山田的に飲みをしてインテリア女の子に変身、めめめめめめめちゃキュン、なんだ桁違いなだけか。私のいる東京は雨が打ちました。転ばないようにしないと、確かに転んじゃダメよ。スニーカー、最近スニーカーにしたんですよ私。そう、なんかそう、なんか最近ね、雨降ったり雪降ったりするんで、ちゃんとした靴履こうと思って。今まであの厚底のクロックスとか履いてたんですけど、もうそんなこと言ってられない。ちゃんとスニーカー履いていかなきゃ。まーちゃんぐらい降ってるか、まーちゃんぐらい降ってたらもう信号機手届きそう。あ、そんなことないわ。それは怒られる。やばいよね、そしたらね、ね、2階とか届いちゃいそうだよね。足首も持ってこう、足首も持ってこう。最近さ、足首まで、そうそうそう、いや、足首まであるスニーカーにしてます。僕のいる世界線はさらに積もって280センチになりました。280センチってやばくない？え、2メートルでしょ。怒られるやつですね。やばいね。やばい。朝雪の降りがすごくて、雨ね、雨ちゃん、雨大変よね。え、ちぐさ、あの雪降って、ね、雪積もるじゃないですか。で、その後になんかお湯撒いてる人いるじゃないですか。そう、雪溶かすために氷とか。そう。道友さんの世界線大変すぎる。2メートルやばい。2メートルやばいよね。道友さんのいる世界線やばい。ちょっと。本当にやばい。北海道じゃない？本当に。なんだっけ、チーコ。え、今何の話した？そうなんだよ。そう。そうそうそう。え、本当何の話してるか忘れちゃったんだけど。そうそうそう。え、何の話したっけ？三つ葉さんの声の話ですか？お湯まく。あ、そう、お湯まく、お湯まく。そう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 。ちなみに気温はマイナス63度です。それはさすがニュースだと思う。これはね、さすがニュースだと思う。マイナス30度ぐらいまでしか聞いたことないもんだって。北極とか南極ですらそんぐらいでしょ。わかんないよ。道友さん日本から飛び出してるんですか。ワンチャンそれだ。ロシアとかにいるのか、なんかそういう感じする。佐藤さんが緑色になるもん、ありがとう。かわいい。そうで、お湯、なんかお湯撒いちゃいけない、撒いちゃいけないって、お湯撒いても、え、なんかすぐにまた凍っちゃうんだって。ちぐ、それ知らなかった。あ、ちなみに私は撒いてないよ。撒いちゃいけないんだって。なんでかっていうと、静岡そんな降ってないから。お湯のまま、そう、お湯、そう、凍るんだって。お湯のまま凍るんですか。なんかお湯が、お湯は結局もともとは水なわけじゃん。で、なんか水蒸気が結局固まって、なんか乗るんだって。勉強になります。え、絶対知ってるでしょ。大人絶対知ってるでしょ。お湯さんも固まって凍っちゃうから逆に危ない、ね、なんからしいですね。だからなんかその湯、なんだっけ、氷を溶かすやつ巻くんだって。え、全然知らなかったんだよね。知らないこといっぱいあるわと思って。お湯を流しすぎればマジ。まあ一時的にってことですよね、多分。凍結ね、本当ですよね。スリップってなっちゃうんで、ね、びっくりしたらしいよ。気をつけます。そんな雪降んないんですけどね。
ニキ踏んないんですけど。そう、塩膜、あ、そうなんですか。ちょっとあんまよくわかんないんですけど、そんなこんないんで。凍ったら、気をつけます。え、マジで静岡ね。雪降るランキング、ワースト3位ぐらいらしいよ。しかも沖縄、どこだっけ、沖縄なんどっか、静岡ぐらいだった気がする。あ、静岡ってそんな雪降んないんだみたいな。自分でもびっくりした。あ、意外と暖かいんだって思って。じゃあ私東京住めないじゃん。へえ、そうなの。そうなんですよ、静岡全然雪降んないらしい。羨ましい子じゃね。九州よりも降らないですか。福岡とか意外と降るんですよね。そうそう、九州意外と降ったりするの。沖縄とかちょっと下の方行くと降んないらしいんですけど、九州は意外となんかなんとか気候によって降るらしいんです。いいところなんですね。いいところですね。夏も程よい暖かさ、暑さですし、いい感じですね。みんな移住するっていう話で、静岡公園はきっといい春、いい日になると思うな。ということで、みんな静岡公園に来てねっていう宣伝。日本海側が降るイメージ、そうですね、日本海側はね、なんか降ってるイメージ。あそこだって山脈あるから、山脈にぶつかって降るらしいで、小学生の時に習いました。なんか山脈ね、なんだかなんか雲がなんかできて、なんだかなんだかって感じだった気がします。ちょっと一軸覚えてるわけじゃないんで、ちょっと違うんですけど、静岡のために来てます。静岡の楽しみ、多分雪降ってないんで、よかったら来てください。移住します。水は降らない説あります。おー、そうなんだ。チグちゃん賢いな。ちょっと今違うこと言ったらごめんなさい。さすが違うから、え、これチリなんですよ。ラジ的に説明していただきありがとうございます。全然ちょっと言葉足りてなかったと思います。それ山にぶつかって何とか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 、なんか山にぶつかるから何とかって感じらしいですね。全く伝わってないと思うけど、みんな聞いてくれてありがとう。ちいこちゃん。いいね、何とか何とかメモ。そうらしいです。そう、そんなことがあるらしい。そうらしいよ。伝わってますよ。ありがとう。詳しく知りたい人はのググレ、ググレかーっていう感じで。そうなんですかね。そう、今、あ、違う、テスト週間だからちょっとテンションバグってんのかもしれない。違う、テスト週間だとちょっとテンションバグるんだよね。なんだろう、ちょっとパンクしてるのかわかんないんですけど、ちょっとなんかテンション上げなきゃって気持ちになるんで。今気温が45度になって水着だし、え、やばいじゃん、三つ友さんとこやばい。だって2メートル80センチが溶ける湖できちゃうよ。やばい、本当に湖できちゃう。なんとかなんとかでググってきます。パンダさん激しいですね。すごーい。富士山のてっぺんも積もるのも山にぶつかったのかな。どうなんですかね、そんな気がする。静岡は、あ、静岡じゃない、富士山もね、意外とそのん、結構ね、あの山梨との県境にあるんですけど、ちょうどぶつかるポイントなのかな。まあ、山高いからね。ちょっとわかんないです。南極の氷は大丈夫ですか。確かに。みんな面白いな。そう、明日はね、金曜日だからラジオがあるんですよ。みんなよかったら、あの、いつインターネット放送やってるのでよかったら聞いてみてください。このラジオね、聞いてるよっていつも言われるんですよ。なんでかっていうと、なぜでしょう。静岡で流れてるからです。そう、ラジオ、そう、明日からラジオ出ます。ラジオではね、何話すかな、あれですね、なんとかしてましたって話をすると思うんで。
よかったらみんな聞いてみてください。みんな多分驚くと思う。ってなるとね、ぜひ聞いてもらいたいですね。富士山は高いから。あれだよね、あれあれ、そうそうそう、それそれそれ、あれだよ、あれ、そう、それそれそれ、あの頼んでたそれ。最近そう、おじいちゃんとなんかお父さんと私かなんで3人で会話してる時、もうおじいちゃんが「あーあれどうなった、あれあれ」って言うから「あーあれね、あそうなったよ」みたいな。そしたらおじいちゃんがなんか「あれ？」なんかちょっと不思議に思って、なんだよお前みたいな感じ笑ってくれました。まさかあの話を、ああれですね、それか、あああれあれっていう。さっきちょっとあれであの話をしすぎて、本当にあれなんですか、あれですよあれ。ちょっと何も伝わってないと思うんだけど、そう本当にあれなんで、よかったら聞いてください。そんなんかな、あとは、あとはまあ見てもらえたらなって思いますね。 SNS、 インスタグラムはね毎日更新してるので、今日の中高に見てもらえたらなってふうに思います。あとね、今年の目標はあの似合うサングラスを見つける、これが目標なんで、しっかりと見つけていきたいと思います。っていうかなんか本当はもう見つける予定だったんだけど、ちょっとなんかあんまりなくていいのが、夏までに見つけたいと思いますって言ってるけど、夏なんてすぐ来るから、てかなんなら春も眩しいから早く見つけたいと思います。そう、それが目標。新学期の目標は新学期立てます。ゆき目標、夏までに見つかってないんですね。いやなんかね、候補あるんだよ、候補あるんだけど、てかなんか顔の形的になんかあんまサングラスが似合わないのよ。そうの、てかあの私のあの 大切なお目目、大好きなお目目が隠れちゃうのがやっぱちょっと自分的には嫌なの。まあサングラスってそういうものなんだけど、そうなんですけど、のあの可愛いお目目がね隠れちゃうんですよ、サングラスすると。可愛いさんが伝わらないっていう事件ですね最近は。そうだから、サングラスはあの欲しいっちゃ欲しいんだけど、でも顔が隠れちゃうから嫌なの。せっかく可愛い顔してるのに、可愛いお目目が隠さないで。それは事件すぎる。そうなんですよ、事件なの本当に。え本当に事件なの。えなんかサングラスかけてもなんか目隠れてるかなんかあんま可愛くないなって思っちゃう。えなんかあえこのサングラス可愛いのかって思っちゃう。なんかサングラスが可愛いっていうのもさ、顔が隠れてなんかえ私これ可愛くなってるみたいな。サングラス外した時にレベルアップするじゃん。やっぱ見せてたいじゃん可愛いとこ。みやっちゃん可愛い、ありがとうありがとう、ファビュラスなやつがいいんじゃない、えだよねって思うじゃん。そうだからそれもなんかつけてみたんだけど、なんか顔が丸すぎてなんか似合わない。頑張ります。目隠れたくらいで、ね、ジュークちゃんの顔隠れるかな。意外とね目ないとね、意外となんかなんか意外と普通っていう。本当に目隠れてた、なんかだからなんか最近サングラスでさ、なんか半分ぐらい隠れてだんだんなんかフェードアウトじゃないけど、なんかそういうサングラスあるじゃん、ちょっと見えるみたいな、なんかそういうのにしようかなって。あすごい、佐藤さんが似合うって、ありがとう、似合うかな。めっちゃん可愛い、ありがとう。ゆうくんも可愛いって、ありがとう。そう何してても可愛いよ、ありがとう。そう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 、頑張る、マジで頑張る。そうか、サングラスはマジで課題、見つかんなそう、ちょっと見える、そうちょっとなんかやっぱ目見えとか可愛いかなと思っちゃうね。で隠れちゃうんだよ、もう分かんないじゃん誰か、もうそういうものなんだけどね。ということで、今日の配信ちょっとそろそろ終了したいと思います。最後にランキングをちょっと発表したいと思います。ちょっとなんか雰囲気違う、出れる、読めます。はい。第3位みやっちちゃん、ありがとう。チキチュキチュキチュン、ありがとう。かわいいなこの部屋。第2位佐藤さん、ありがとう。ビッグラブチーコちゃん、あちょっとパーカー見せる感じ。
大丈夫？見えてるかな？いい意味でナチュラルですね。ありがとうございます。いい顔って言われました。第一、ナマステ師匠ちゃん、ありがとう。ナマステ師匠ちゃん好き、ナマステ師匠ちゃん好き、ナマステ師匠ちゃんのことが大好き。ありがとうございます。ラブ、ありがとうございます。嬉しい、みんな見てくれてありがとう。ちょっとね、久しぶりの配信だったし、テスト週間なんで、ちょっと頭がバグってるとこあるんですけど、みんな見てくれてありがとう。楽しかった、ありがとう。ちょっとね、こんな感じになったので、よかったらみんな見てくれたら嬉しいです。あとね、しばらくの間ちょっとショールームがね、配信あんまりできなさそうなんですよね。ちょっと一回見ますね。うん、いちご食べたい、いちご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 で、改めてお帰りなさい。やっぱりチークちゃんのお話楽しい。え、ありがとう、嬉しい。西川の総括ね。2020年も楽しくちゃんのショールームだ。ありがとうございます、頑張ります。ちくちゃんのトークがノンストップで安心しました。マジありがとう。とか時が良かった。まだ帰るよ、まだ帰るよ。やっぱちくちゃんのおしゃそんな感じですかね。そうだね、ちょっとね、あ、そうそう、ちょっと、あ、とか言っちゃったけど、しばらくはね、ちょっと配信できなさそうですね。ツアー、お、始まるまでちょっとできないかもしれないですね、西川の営業。そう、みんなショールーム見てくれて本当にありがとう。ちょっとね、ね、ありがとう、本当に。バグってても可愛い、ありがとう。え、ありがとう、ありがとう。良いお年を。良いお年をって私言ってなかったよね。ゆうとしよう、ハッピーニューイヤー、あけおめーことやろー。ゆうとしよう、ありがとう、本当に。ということで、また新学期に会おう。そうか、あけおめか、そうなんですよ。ということで、見てくれてありがとうございました。以上、フォースとともにあらんことを、ありがとう、ちーこちゃんこと香川千尋でした。みんなよかったらライブのぞきに来てほしいし、 SNS ものぞきに来てくれたらなっていうふうに思います。ちょっと終わるのがね、寂しいんですけど、じゃあねー、バイバーイ、バイ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 バラバラバラ。あ、きのめちゃんがサイリウム、ありがとう、バイバーイ、ありがとう、ありがとう、本当に嬉しい。レチコ、バイバイ。